ラムセス五世は古代エジプト第2十王朝の第四代ファラオ。即位名はウセルマートラー。ラムセス四世とその王妃テントーペトの息子であった。その治世中、テイベのカルナック神殿を中心とするアメンの新刊団の台頭が著しかった。彼らは祖父ラムセス三世の時代から徐々に権力を拡大していたが、ラムセス五世の頃ついに国政に介入するまでに、 至った。寄進によって多くの土地が神殿の所領とされ、ファイウムに至る各地方の財政さえも管轄下に置かれた。エレファンティネ島で発見された鳥の1887パピルスには神官が関与した金融スキャンダルについて記録されている。また、知世1年目には暴動が起こり、デール・エルメディーナの職人たちは敵を恐れて応募の建設を中断した。 数日後には敵がテーベに侵入し、町が大きな損害を受けた。襲撃者の正体はエジプトに侵入したリビア人の集団と考えられている。このようにラムセス5世の治世下でエジプトは大きな苦難に見舞われ、大地震も天然痘により在位期間4年でよう去った。その埋葬は王位を継いだ叔父ラムセス6世の治世2年目に行われたと記録されている。 埋葬が遅れた理由としては、内戦を沈静化するのに手間取ったとする説。ラムセス6世が、ラムセス5世から王位を散脱し、しばらくの間軟禁していたとする説等が挙げられる。後者は、ラムセス5世のものとして造営された墓を、ラムセス6世が自分のものとして流用しているらしいことが裏付けになっている。ありがとうございます。